星野リゾート星野温泉村民食堂春にレテラス。星野温泉は、長野県北作郡軽井沢町にある温泉。軽井沢綾町の森と、国道146号に沿って、ホテルブレストンコート、石野教会、内村肝臓記念堂、旅館、星野や軽井沢、日帰り入浴施設、トンボの湯、レストラン、村民食堂及び商業施設、春にレテラスが存在する。 一帯は、星野リゾートグループが運営しており、前述の6施設のほか、軽井沢高原協会、湯川キャンプ場、田崎美術館などがあり、近隣に、千ヶ滝温泉と、塩壺温泉がある。古くは、赤岩高泉と呼ばれ、草津温泉の仕上げ湯の一つであったと言われる。1913年に、静止業を営んでいた星野かすにより、源泉ボーリングが行われ、 高温源泉が開発されたことを機に開発者に、ちなんで、星野温泉と解明された。開発された源泉を利用して、1914年には一軒宿の星野温泉ホテルが開業した。当時は、明星館といい、よさの鉄館、秋子夫妻が名付け親と言われている。軽井沢という避暑地に立地していたこともあり、数多くの文人が温泉に投入した。 1921年、芸術自由教育講習会が、星野温泉で開かれた。北原白州、与謝野鉄管、与謝野明子、島崎闘村、寺田虎彦、和歌山牧水らが登場した、主な文人である。彼らが当地で残した花火碑が一軒宿には存在した。また、別荘地としても販売され、実業家や文人が別荘を建てた。 1957年と1958年には20世紀音楽研究所の現代音楽祭が星野温泉ホールで開催された。2002年4月には日帰り入浴施設トンボの湯が開設された。星野温泉ホテルは2003年8月に閉館した後リュニューアルされ2005年7月に星野や軽井沢となった。2018年8月5日。 大好きな、星野温泉トンボの湯は、泉室も湯船から見える景色も何もかも最高な温泉だった。美肌温泉手帳。2020年1月31日閲覧。星野温泉トンボの湯軽井沢ニフティ温泉。ニフティ温泉。2020年1月31日閲覧。日本社生機構、井上夫妻一郎と山本かなの出会い軽井沢。 星野温泉の別荘日本近代音楽館戦後作曲家グループ活動の奇跡1945から 19601998.04p20 ありがとうございます。